西暦1968年。小笠原諸島が日本に復帰する。行くだけで一苦労は小笠原。1951年のサンフランシスコ平和条約で、沖縄、小笠原、奄美諸島におけるアメリカの施政権が明示されていたが、1968年、小笠原諸島が返還された。